ザ、時差ボケです。目が開きません。なかなか、まあ、睡眠取るのも大変なんですけども、まあ、それ以上に大変な思いをしているのはメジャーリーガー、選手たち、ね、この炎天下も素晴らしいこう抜け感がありますよ。空に、ね、直射日光は暑い、でも日陰に入るとやや涼しいというね、さ最高のコンディションでキャンプやってるんじゃないでしょうか。で今日はライブ BP というね、ダルビッシュが一箇所バッティングみたいなのを投げるということで来ましたね。その後対談もしてくれるそうで、楽しみにしてください、ね、今日は映像もどうぞ使ってくださいみたいな言われましたので、ふんだんに使いたいと思いますね。惜しげもなく、で目を見開いて、でこのグラウンドが5って書いてありますけど、5つ目の球場、6つ全部であります。もう移動してくるのも大変なぐらいね。今日1日だけで、6000歩ぐらい。まだ12時前です。12時過ぎてるかね。朝から動いてもうこれだけ歩いてます、ね、そのぐらい広大な土地でやってるということですね。まあでもどういう投球をしてくれるか、まだ調整段階だと思いますけども、やっぱ生で見れるっていうのがね、すごい幸せなことだと思います、ね、じゃあ行ってみましょう。グランドにいろいろある、はい、はい、そのまま。あ、でも、ああいう練習がもう、いやもうしかしさ、やっぱこう重いボールをこう近くの至近距離でやっぱこう腕に刺激を与えるというかね、まあ、そういう練習が主流だな。そのネットがありますもんね。ああ、キャッチボールとかいうよりも、もうああいうのでパッとそういう肩作っていくんだね。でもキャッチャーでもさ、ああやってさずっとこう練習するよね、空いてる時間の時に。日本で改めて時間を取ってああいう練習するけど、やっぱちょっとこうピッチャーが来るまでの間ちょっとこうやってるよね、ずっとやってる。いよいよキャッチボールだよね。しかしあれだな、すぐ投げれる体勢を作れるね。やっぱアップがいいんだろうな。やっぱりさ、ピッチクロックがあるからキャッチボールも早いね。で作り方が早い、いいことだよね。やっぱしっかりアップしてすぐ投げれる体勢にあって、で作っていくというね、無駄がない感じがするな。ブルペンです。なあ、サインの確認をしてから入ったね。来た来た。子供に戻っちゃうね。すげえって。ただただ。いや、すごいよ、やっぱ。吸い込まれていきますよ。子供がこうやってかじりついて見るじゃない。あの気持ちがすごいわかるな。なんか、ずっと見てられるもんね。で、また真後ろじゃない。弓道わかるじゃない。やっぱ、
すごいな、やっぱお金の取れるピッチャーだなっていう感じがする。迫力があるわ、ブルペンでも。さあダルビッシュ投手、マウンドに向かいます。これやっぱりトラックマンとかいろいろなスピードガンとかいろんなことを設置してるんだろうね。そうですね、うん、だからなあ、科学的にやってるというかさ、まあ、でもだいぶ日本も、いやまあそうはなってきてるけどね。いやしかしあのマウンドからこう投げるとものすごく近く感じるね、ダルビッシュが。始まった。これ何を見るんですかね。いやいや、もう自分の送球のバランスとか、あと変化球のキレ、バッターの反応、まあいろんなことを見るだろうけどね。審判つけないんだね。つけない、こっちはね。守備もつけない。守備もつけない。だからやっぱ投げ始めだからさ、打者が立つと力んだりだとか、まあ、いろんなことが起きるから、まあ、そういうことも見るんだろうね。今高めで空振り取りに来たんじゃない。ファウルにされたというね。反応良かったね、やっぱね。まだスイーパーですかね、うん、あれがちょっと気持ちよく決まってないよね、まだね。そうですね。だから、まあ、そういう調整も兼ねてバッターを立たせて、まあ、どういう風な制球でどのぐらいのキレで、そうですね、どのぐらいの球で投げれるかっていうのを見てると思うけど。いいボールだ。まあ、バッターもバッターで、まあ、例えばそのまっすぐをこう追い込まれるまで見たいとか、ボールを、生きたボールをね、まあ、そういうことがあるから。ちょっとカット気味やな。チェックしてるね、やっぱね。外からの今ちょっとスライダーかカーブ気味だけど、めちゃくちゃ左バッターからしたら遠く見えるよな。珍しいね、フォアボールって。セカンド、ランナーを想定しながら投げてるね。
そう。うん、カット。いいボールだな。ちょっと曲がるだけだな、本当にな。やっぱ迫力あるね、うん、まあ雰囲気も伝わってくるし、まあ、まずはやっぱマウンドによく似合う男だというね、まあ、これはもう普通みんながそう思う思うんだろうけどもやっぱちょっと下味違うなっていう。で、まあ、1球1球確認しながら投げてるところで球威まだまだだろうけどもさ、まあ、その中でこうなんかこう作り上げていくのかなという、うん、なんかこう段階を経てるというかな。それはさ見てさいきなりわーすごいなってもう別に 100% なわけじゃないわけだから、それは感想としたら、でもこの時期にあれだけ投げられるっていうのは、まあ、昨年の WBC を考えると、まあ、順調に来てるのかなっていうふうには感じたけどね。そこを急遽確認している様子がありますよね。こう映像を見せてもらったり、うん、はいはい、あとすごいシミュレーションしているというか、あ、そうそうそう、いや、 やっぱね、まあ、こう無駄な練習をしてないというかさ、やっぱ1球投げることにこういろんなことを感じながら、またランナーも想定して頭の中に、はい、だからまあそういうふうにしてるから、まあやっぱこうハイレベルなところでものを考えてるんだろうなっていうふうには感じるよね。はい、じゃあ次、あの、うん、そうだね、松井が投げるからね、はいはい、ちょっと見なね、絶対ね、はい、なんと強打者に対して、そうだね、クリーンアップと対戦するということなんで、これ見ものですね、見ものだね、はい、まあ両方とも出来上がってないからね、まだね、まあでもそういうものが見れるっていうのは楽しみだね、はい。はい